こんにちは。名古屋市立大学山本ゼミの3年生です。私たちは移民問題や人種差別など海外国内の多文化共生に関する社会問題について国際的な視点から考えています。今日は私たちの動画を見て一緒に優しい日本語ユーザーになりましょう。それでは動画をご覧ください。どうぞ。優しい日本語とは、相手に合わせて分かりやすく伝える日本語のことです。使う相手は外国人と思われがちですが、外国人だけではなく子供やお年寄り、障害者へも優しい日本語を使うとコミュニケーションが円滑になります。優しい日本語の誕生は1995年の阪神・淡路大震災です。言語の問題によって避難情報を含め災害に関する情報の提供に差が出てしまい、その結果外国人住民は対日本人住民で死亡率約2倍、負傷率約 2.4 倍になりました。後の調査では災害の情報提供には英語や中国語ではなく簡単な日本語が一番通じたということが分かりました。そこでこの簡単な日本語は優しい日本語と命名され提唱されるようになりました。続いては優しい日本語の必要性についてです。言語のシェア率について見ていきましょう。まずはこちらの円グラフを見てください。日本在住の外国人で〇〇語ができる人のアンケートです。皆さんの中には外国人は英語の方が通じるだろうと思っている方も多いと思います。しかしこのデータを見ると英語ができる人よりも日本語ができる人の方が多いですよね。日本国内で外国人と接するときに日本語を使うのは立派な選択肢なのです。とは言っても外国人が日本人の会話や役所の文章を完全に理解するのはもちろん大変です。そこでこの図のように日本語を母語として話す人は文法や語彙を簡単なものにし、日本語が堪能でない外国人は日本で生活していく上で最低限の文法や語彙を習得することでお互いが寄り添い合って優しい日本語を地域の共通言語にすることが大切です。優しい日本語を使うことにはいくつかのメリットがあります。例えば翻訳です。翻訳システムを使う際にそのまま翻訳するのではなく、一度優しい日本語に変えてから翻訳すると誤訳が少なく正確に意味が伝わりやすくなります。カタカナの外来語や日本特有の言い回しはそのまま翻訳すると正確に伝わりにくいので注意しましょう。続いて、優しい日本語はSDGs や第2次名古屋市多文化共生推進プランの達成につながります。持続可能な社会を目指すために制定された SDGs のスローガンは誰一人取り残さない。優しい日本語を使うことは外国にルーツを持つ人たちを日本の社会から取り残さないようにする方法の一つです。そして2017年度から2021年度まで実施されている第2次名古屋市多文化共生推進プランの中にも優しい日本語を使った情報提供という事業が明記されています。優しい日本語を使っていこうという意識を国や名古屋市が事業として推進しているのです。次に、なぜ区役所が取り組むべきかについてお話しします。日本で働く外国人の方が区役所に行った時、自分だけ英語で接しられたら疎外感を感じるといった意見がありました。日本語を学びに来た留学生だけでなく、これから同じ町に暮らす区民としてもみんなが一体感を持てるよう、区役所でも優しい日本語を使うことを日常的に意識できるといいですね。より市民に身近な区役所の職員さんが先導して優しい日本語を使うことで、優しい日本語の輪を中区だけでなく愛知県、日本全体へと広げていきましょう。
そして公的文書も優しい日本語に変更することが必要だと思います。区役所が配布する書類を優しい日本語で作成したり、変更ができない正式な提出書類には優しい日本語で書かれた説明文をつけたりすることで、みんなに寄り添った暮らしやすい街を作ることができます。これまでの導入を踏まえて、優しい日本語を作る際のポイントについて考えていきましょう。話し言葉のポイントは5つあります。ここでは番号1から5に振り分けています。まずはロールプレイングを通して見ていきましょう。今どこですかね。ちょっとすみませんが、中区役所はどこですか。このまま直進すると米のコーヒーがあるんですが、そこを右折してしばらく直進すると左手に見えてきます。ありがとうございます。わかった、私もわかんない。ではポイントについて説明していきます。一つ目のポイントは一文を短くするということです。このような一文が長い文章は日本語ビギナーにとっては分かりづらいものです。そのため一つの情報ごとに文を区切ることを意識し、一文一文を短くすることを心がけましょう。またその際、文末の表現をです、ますなどで統一するとより一層優しい表現になります。そして二つ目のポイントは、難しい言葉を優しい言葉に置き換えるということです。直進はまっすぐ進む、右折は右に曲がる、左手に見えるは左側に見えると言い換えることでより優しい表現になります。難しい熟語や外来語は優しい言葉に置き換えることを意識しましょう。それではこれらのポイントを踏まえた上で、優しい日本語に変えたロールプレイングを見ていきましょう。今私たちどこでしたの？わかんない、どこだろう。ちょっとすみませんが、中区役所はどこですか？このまままっすぐ進むと米田コーヒーが見えます。米田コーヒーが見えたら右に曲がってください。右に曲がった後、そのまままっすぐ進むと駐車場が見えます。その駐車場を通り過ぎて左側に見えるのが中区役所です。左側ですね。はい、わかりました。わかりました。ありがとうございます。いえいえ、こっちですね。内容難しいね。全然わかんない。ただいま愛知県名古屋市を中心に広い範囲で強い地震がありました。気象庁では今後もしばらく余震が続く上、やや規模の大きな余震が起きる恐れもあるとして、地震の揺れで壁に亀裂が入ったりしている建物には近づかないようにするなど、余震に対して十分に注意してほしいと呼びかけています。え、何言ってんの？全然わかんない。怖っ。ポイントの3つ目です。数ある情報の中から必要なものを取捨選択するということです。このような文では情報量が多く、日本語ビギナーや小さな子供にとっては何が重要な情報なのか分かりづらいと感じるかもしれません。そのためこのように聞き手にとって最も重要な情報は何かを考え、優先順位をつけて伝えることが大切です。4つ目のポイントは、必要に応じて補足情報を加えるということです。例えば余震という言葉は日本語ビギナーにとって少し難しい可能性があります。そのため余震という言葉の後に、後から来る地震という補足説明を加え、より優しい表現にすると良いでしょう。5つ目のポイントは、
明確に伝える、婉曲な表現は避けるということです。この文章の場合、動作の主語が分かりにくく、聞き手が何をすべきなのかも分かりにくくなっています。そのため、このように述語が明確で分かりやすい文章に言い換えましょう。それではこれらのポイントを踏まえた上で、優しい日本語に変えたロールプレイングを見ていきましょう。今日の内容、愛知県名古屋市で大きい地震がありました。余震、後で来る地震に注意してください。地震で壊れた建物に注意してください。まだ地震が来るね。そうだね、気をつけないとね。うん。次に書き言葉のポイントをまとめます。書き言葉のポイントは3つあり、ここでは番号6から8に振り分けて説明します。それでは具体例を通して見ていきましょう。これは実際に大学で発見したポスターです。自転車盗難や多発など外国人にとって難しい漢字が並べられ、理解に時間がかかりそうです。またストップ自転車盗難は、自転車盗難をしないで、つまり自転車盗難をやめようということを意図していますが、これは和製英語です。英語でストップを解釈しようとすれば、止まれという意味にしかならず、この表示で本来伝えたいこととは異なったものになってしまいます。続いて6番目から8番目のポイントはこちらです。6、分かち書きをする。7、漢字にはすべてルビを振る。8、必要に応じて写真やイラストをつける。これらのポイントが先ほどの表示にどのように反映されているのか見ていきましょう。自転車を盗まないでくださいのように、言葉の区切りに空白を入れる。すべての漢字の上に振り仮名をつける。またこのポスターから連想されるイラストや写真をつける。加えて修正前にある2ロックという言葉は、日本語で扱われる専門用語であるため省略しました。これらのポイントに気をつけるだけで、より多くの人にとって分かりやすいポスターが出来上がりました。最後にこれまでのポイントをおさらいしましょう。話し言葉の5つのポイントと書き言葉の3つのポイント、お分かりいただけたでしょうか。これまで紹介してきた優しい日本語には絶対的な正解はありません。思いやりを持って伝えるという気持ちが大切です。ぜひ実践してみてください。せーの、ありがとうございました。